ステファン・ヨハンソン、ステファン・ニルス・エド・ウィン・ヨハンソン、ステファン・ニルス・エド・ウィン・ヨハンソン、1956年9月8日帯は、スウェーデン人の元会一ドライバーで、レーシングドライバー。1997年ルマン24時間レースの優勝者。11歳から、レーシングカート開始、ケケ・ロズベルグとは、この時期からの知り合い。1975年から、 フォーミュラフォードで4輪レース開始、1976年から F3 に乗り始め、1977年に初の国際格式レースへの参加となった、モナコグランプリ前座の F3 で4位の結果を残す。1978年と1979年、イギリスフォーミュラ3選手権へ参戦するが、資金面では夕食をチョコレートで我慢してガソリンを買い、 車中で寝袋に入って寝泊まりというような非常に苦しい時期過ごす。しかし1979年途中からイギリス解散で表彰台に立てるようになり初優勝も記録、マールボロからのパーソナルスポンサードを受け始めるなど状況が好転し始める。マールボロとは所属チーム内のスポンサー事情による中断はあれど1990年代以降も続く良好な関係となった。 三つの葉が重なって描かれたヘルメットのデザインは愛称のリトルリフに由来するものである。1980年春、突如、会一のシャドウチームから声がかかり、開幕から2戦、アルゼンチン・ブラジルにエントリーしたが、シャドウ会一活動末期の全くポテンシャルのない状態で、この時はいずれも予選普通化に終わる。この年の主な参戦カテゴリーは、 イギリス海3であり、そこではこの年のチャンピオンを獲得。この年の所属チーム後に、イ1マクラーレンチームを運営することになる、ロンデニス率いるプロジェクト4であった。なお、マカオグランプリの F3 レースには1984年に初参戦し2位を獲得している。さらに、F1 参戦後の1988年にも出場し8位になった。なおマカオでは、 F3 だけでなく、ツーリングカーによる、ギアレース、2013年には、マカオグランプリ60周年記念のマスターズレースにも、出場している。1981年からヨーロッパ界に選手権へ、ステップアップ、トールマンチームから参戦し2勝、ランキング4位。翌1982年は、ホンダエンジン搭載のスピリットチームから引き続き、ヨーロッパ界に3。 シーズンを通した安定感はなかったが予選では13、戦中5回のポールポジション獲得、リタイアも多いがハマれば優勝するドライバーとの評価。チームメイトは、ティエリー・ブーツェーンで、翌年ホンダエンジンと共にスピリットチームが F1A とデビューする際、そのテストとレースドライバーに、どちらが選ばれるのかが注目された。結局、ヨハンソンが選ばれブーツェーンは違う形で、下位置へたどり着くことになるが、 のちのちまで、この二人は、ライバルと呼ばれることが多かった。1983年、ホンダが、スピリットチームと共に、第2機間一活動を開始、チームと共に、ヨハンソンも間一の、決勝レースへ正式記録上のデビューを果たすが、ホンダにとって、スピリットチームはあくまでテスト担当の役割であり、勝つためのチームとして、ホンダがその年の最終戦からウィリアムズと組むように、 なると、チームはエンジンを失い、ヨハンソンもシートを失った。ヨハンソンは、翌1984年のウィリアムズ・ホンダの脳2のシートに座ることを望んでいたがそれは、ジャックラフィットのものとなった。第1シートは確保できなかったが1984年は、非常に多忙な年となった。3月には、イムスサのセブリング12時間レースで、ポルシェ935をドライブし、 優勝を収める。そして、日本からオファーがあり、横浜タイヤアドボンチーム、運営は、ノバエンジニアリング、森脇元康チーフメカとコンビを組むと契約、主戦場を日本へと移し当時日本のトップカテゴリーで、あった全日本海に選手権にフルエントリー、またも、ホンダエンジン搭載マシンをドライブすることになり、中島悟や星野和義、高橋国光と戦った。 あとに1987年から、会一で戦うことになる中島とは、最終戦まで、チャンピオン争いを展開し、ランキング2となった。その一方、会一の中盤戦に差し掛かる頃に、性ドライバーだったマーティン・ブランドルが骨折して、困っていたケン・ティレルから、大役のオファーがかかり、日本で会2に参戦しつつ、ティレルから、会一にも参戦。さらには、ポルシェ956を、 カリングループ C 世界耐久選手権 WEC にも参戦しており、ヨーロッパと日本をたびたび往復する多忙なみとなる。しかしティレルチームが水タンク事件、ティレル水タンク事件のページを参照の余波でこの年のシーズン全体からの失格、出場停止処分となり、またもやイチシートを失うも、イタリア GP からはジョニー・ジェコットの骨折で代役が必要になったトールマ。 のシートを獲得、いきなり4位入賞を果たし、トールマンチームとは、翌1985年から2年間のナンバー1、ドライバー契約も交わすこととなった。こうして、シーズンを迎えたが、開幕直前になってもトールマンチームが、どのタイヤメーカーとも契約できない事態になり、チーム自体が参戦を一時断念、またもシートを失いかけるが、 ヨハンソンの能力を買っていたケンティレルがここでまたも手を差し伸べ、開幕戦はステファン・ベロフと共にティレルフォードで参戦することとなった。開幕戦直後にフェラーリがルネアルヌーを解雇するとヨハンソンはイタリアのフェラーリ本拠地のマラネロに呼ばれ、エンツオ・フェラーリと直々に話をすることになり、次戦からフェラーリへと移籍することになった。 完全な新設計のマシンである156、85は、戦闘力が低かったものの2表彰台を2回、獲得し、優勝も期待されたものの、イタリア人であるミケーでアルボレートがナンバー1、扱いであった上に、シーズン後半にはさらに戦闘力が低下し、アルボレートともに優勝は愚か表彰台に上ることも、叶なわなかった。もの低い戦闘力に悩まされ、 ウィリアムズ・ホンダや、マクラーレン・タグ・ポルシェが展開する優勝争いには、加わることができず、優勝が叶わなかったばかりか、チーム自体も以来の年間で勝に終わった。ヨハンソンは、終盤戦コンスタントにポイントを稼いだが、シーズン後にチームを去ることになった。2年間在籍しまさに会一ドライバーとして、完全開花するかに思われたが、 マシンの戦闘力不足に苦しむチームの低迷期に当たるという不運のため勝ちに恵まれず、2年間で2回の2位を含む6回の表彰台という結果に終わった。2は、マクラーレンチームへ移籍、アランプロストのナンバー2として1年間在籍。しかしこの年は、ホンダエンジンを搭載するウィリアムズとロータス、フェラーリが高い戦闘力を持っていた上に、 チームメイトのプロストに遅れを取ったが2位表彰台を2回獲得するなどトータル30ポイントでランキング6位を獲得した。それでもプロストとも非常に仲良くなれたもののこれはヨハンソンがプロストの脅威とならなかったからという見方もチームとして苦戦の年で翌年へ向けてチームは強力なホンダエンジンを獲得そのホンダからのプッシュもあり翌年のシートは アイルトン・セナに奪われてしまった。セナがマクラーレンに来る話が表面化してからは、ヨハンソンがウィリアムズへ移籍するとの噂も根強かったが、実際にウィリアムズのシートを認めたのは、リカルド・パトレーゼであった。なお、ロン・デニスは、ヨハンソンの能力自体は、F3 時代からの付き合いでもあり認めていた。ヨハンソンは、チームメイトとなったことで、 プロストのドライバーとしての能力に非常に感銘を受けたようで、雑誌、レイシングオンのインタビューにて、プロストはすごいよ。どの部分がどうすごいのか聞かれても困る。全部すごいんだからと答えている。それまでは強気の発言も多かったが、リスクを犯して、までの猛烈なタイムアタックとは少なくなった。は、フランスのリジェニー席。チームメートは皮肉にも、 かつてフェラーリのシートを奪う形になったアルヌーであった。チームはタバコ会社と国営くじのスポンサーからの潤沢な予算を持つ上に、ノンターボエンジンとしては、それなりの性能を持つジャットエンジンを搭載するものの、ミッシェルテツがデザインした JS31 は、ジャット V8 エンジンの前後を挟むように、燃料タンクを2分割配置するという特殊な燃料タンクの位置からバランスを、 決定的に書いた。シーズン途中で数度の大幅回収が施されたものの、J31 に戦闘力は全くなく、元フェラーリコンビ二人ともにノーポイントに終わったばかりか、しばしば予選落ちを期するなど制裁を書いた。しかしこの年を境にヨハンソンは、会一では十分な体制のチームマシンを得ることはなくなり、 会一関係者からも能力は認めるものの F1 優勝経験がない割にギャラが高いという意見もあると下り坂を転げていくこととなる。は、f 3 0から会一へステップアップしてきた新規参入チームオニクス衛星。ポルトガル GP では予備予選組としては驚異的な3位表彰台を獲得し高い評価を受けたが、この年は予備予選さえ通過できれば予選、 決勝とも中堅として、まずまずの速さを持ったチームだったものの、その予備予選を通過するのが、狭き門であり、たびたび予選不通過があった。2チームオーナーがモンテベルディを代表とする、スイス人グループに代わり、開発予算がないために、マシンの相対的性能が落ちたこともあり、開幕2戦で予選落ちを喫すると、チームは、スイス人でそれまでユーロブルンで走っており、 さらにスポンサーを持ち込むことのできるグレガーフホイテクを、会置に乗せるためにヨハンソンとの契約を解除、シートを失う。開幕直前に、フランスの小規模チームである AGS のシートを得るが、開幕にレース予選落ちでシートを失い、第5戦カナダ GP から、アレックス・カフィー・ケガの代役で、アローズ・フットワークのシートを獲得。5年ぶりに、アルボレートとコンビを組んだが、 FA12 はシーズン中にエンジンがポルシェ V12 からコスアース V8 に変更されるなど戦闘力を欠いていたこともあり4戦中3戦予選不通過となりイギリス GP での予選不通過を最後にカフィが戦列復帰するとヨハンソンのダイアク参戦は終了した。これ以後か1でのシートを得ることはなく1992年からはアメリカカートシリーズへと活動の舞台を移した。 F3 階に時代は一発の速さが魅力だが、レースぶりの荒いドライバーと評されたが、回一にステップアップ後は逆にレースでの安定感はあるものの、予選で一発の速さに欠ける場面が見受けられるようになった。エンツ・オフェラーリもこの予選順位が悪い点が不満だったとされ、ヨハンソンに変えてゲルハルト・ベルガーを獲得する元になったとされている。また、人柄が気さくな好感であることから、 パドックの人気者ではあったが、その反面、会一でやっていく上での悪の強さ、勝利を追求するエゴイスティックな部分がなかったこと、そしていずれのチームも低迷期に当たったことが災いし、惜しいところで優勝を逃すこと数回、結局優勝を経験できず、会一では大成できなかった。会一以後は、1992年途中から、アメリカのインディー、 カートシリーズにベッテンハウゼンモータースポーツより参戦。デビューレースで3位表彰台に立つなどして、ルーキー・オブ・ザ・イヤー獲得。以後約5年の間参戦し、1996年を最後にフォーミュラカーからは引退した。1997年には、ミケーレ・アルボレート、トム・クリス・テンセンと共に、ヨースト・ポルシェをドライブし、ルマン24時間耐久レースで優勝するなど、 耐久レースの世界で活躍し、実力の片鱗を見せた。なお、このルマン24時間には1983年、以後の大半の年に参戦。フェラーリ、マクラーレンと契約時は、会一以外のレースは契約上不可。ポルシェやアウディ、1991年と1992年には、マツダスピードからも参戦、上位完走している。絵画やデザインへの関心が高く、 1992年に自らデザインを担当する時計ブランド H3 を立ち上げた。当時本人が最初に僕の時計を買ってくれたお客さんはマリオ・アンドレッティンだよ。と喜んで語っていたエピソードがある。1990年代後半からアメリカ・インディアナポリスを拠点に自らレーシングチームを組織し、インディライツ選手権で若手にシートを与えて育成を始め、 後にチャンピオンを獲得するスコット・ディクソンを見出している。また、自らのドライブでアムズやルマン24時間レースに、かつて海一に同時期参戦し進行のあったジョニー・ハーバーや JJ レートをパートナーに参戦するなどレースへの熱い情熱を持つ。2005年より開催されている元海一ドライバーが参戦するグランプリマスターズに参戦したほか、 様々なカテゴリーのレースにも参戦している。現在は高級時計ブランド、ステファン・ヨハンソン・ベクションを経営する。2013年8月4日、スーパーフォーミュラ第4戦も手に,に来場し、エンジン指導コールと優勝者へのステファン・ヨハンソン賞のプレゼンターを務めた。2014年は久々に WEC に参戦することが発表されている。日本でのレースにも、 多数参戦経験があり、全日本会議に,には1982年にスポット参戦し、1984年はフルエントリー、前述、その他にも富士インターテック、WEC ジャパンなど日本で行われた国際レースの常連であり、日本人、海一ドライバーの中島悟が誕生するまでの数年、ヨハンソンは日本のレースと海一との距離を測る物差し的な、 存在として本のレースファンから注目されていた。1985年のオートテクニック誌にはコラムが連載されていた。開一時代の1988年から1992年まで横浜タイヤのイメージキャラクターとして雑誌広告やテレビ CM にも出演していた。その他1988年にはトヨタと日本国内のグループシーカー。 JSPC のレース契約を結び、アパレルブランド、タカ、旧カラーのマシンをドライブした。トヨタとの契約は、日本国内で開催されるレースに関してのみで、ヨーロッパ開催のグループ C カーレース、WSPC では、同年、1988年の終盤戦に、ザウバー・メルセデスをドライブして、U もしている。さらに、F1 引退後も、上記のように、たびたび、 日本を訪れている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。